本番いきます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。韓国ラボの監督です。休日にキャンプやピクニック、登山、小旅行など、頻繁に行きませんか？そんな時、小スペース、持ち込み、楽々、フォーク、スプーン、ナイフ、箸。これらをセットにした、とても便利なカトラリーセットを紹介します。こちらでございます。表、裏、たくさん入っております。セット内容はこれら5点セットです。こちら収納袋、このような生地です。はい、中には5点セットです。スプーンが2つ、フォーク、ナイフ、そして箸。高品質な304ステンレス製5点のカトラリーセットは、食品グレードの304ステンレスを使用。頑丈で耐久性があり、錆びにくい仕様です。特におすすめなシーンはキャンプ、バーベキュー、弁当用、家庭での日常使用にも最適です。箸を除くこれら4点はコンパクトな折りたたみハンドルを使用。折りたたむことで小スペースになり、場所を取りません。また付属の収納袋に入れることで、キャンプ、ハイキング、ピクニックなどアウトドアにとても最適な商品です。各商品詳細について、まずはスプーンから。こちら2つ付いてきます。先端が丸いものと、もう一つはこちら2つのスプーンです。見てお分かりの通り、この部分ですね、折りたたみをすることができます。ここをこうします。はい、とてもコンパクトになります。使う時もこう広げ、これだけです。はい、1秒もかかりません。これくらいのサイズに早変わりします。スプーンは滑らかな仕様です。安心して使うことができます。サイズ的にはこれくらいのサイズです。いかがでしょうか？気持ち大きめな作りです。続きまして、フォーク、こちらでございます。こちらです、フォークです。同じくこちらもこうします。とてもコンパクトに早変わりします。続きまして、ナイフは鋭利なギザギザの刃です。こちらから見るとツルツルなんですが、こう見るとかすかにギザギザしてるのがわかるかと思います。同じくこのフォークも簡単に折りたたみすることができます。今ご紹介した4点については、最長の長さが約15センチです。続きまして、折りたたみ箸、こちらです。ちなみにこちら2分割の組み立てタイプです。長さとしてはこれくらいです。で、よーくこちらを見ていただきますと、分割線がありまして、ここをくるくる回すことで、はい、2本です。持ち運びをする際は、こういった形で持ち運びすることができます。はい、こんな感じで、ここをくるくるさせることで、いただきます。スプーンもついてます。5点カトラリーセット、いかがだったでしょうか？ピクニック、キャンプ、旅行などのアウトドアにおすすめな折りたたみ式カトラリーセット、いかがだったでしょうか？こちらの収納袋に入れることによって、スプーン2つ目、フォーク、ナイフ、そして分割します。収納できました。このように収納袋に入れることによって、災害時の緊急用にもさっと取り出して持っていくことができます。またサイズがコンパクトなため、仕事先でのお昼休憩、お弁当タイムにこういったスプーンだったり忍ばせることもできます。この5点カトラリーセット、気になった方はぜひ詳細をご覧ください。
監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。何かと使える5点セット、早速使っていきたいと思います。本番いきます。折りたたみし、折りた、ステンレス製、あ、いい。